買いました。この前手が離せなかったんで、しっかりとこんな感じでできるように買いました。ちょっとクライミングをですね、やっぱりこれからやっていこうと思うんですね。まあ、今後クライミングをやっていこうと思うんで、やっぱり今後できた方が間違いなくいいんで、エベレストのためにすんごい小指とかすごい疲れます、これ。よいしょ。これで日々ちょっとやっていこうと思います。こちらですね、メトリウス買いました。懸垂の、棒はいつもあったんですよね。私本当は懸垂15年間ずっとやってたんですね。懸垂系得意だったんですけど、最近やってなかったんで、筋肉は今度は高所ではいらないっていうことなんで、あれですね、懸垂はでもちょっとクライミングだけはやろうと思って、やっぱやっといた方がいいってことなんで、クライミングだけやって、あとはの筋肉は全部落としていくことにします。酸素が必要なんで、筋肉があると。このメトリウス簡単にこれつけられるん でこちらでこうつけながら取るという、つけながら取るという動作ができます。結構これなんか発泡スチロールかと思ったら普通に石でした。石かなんだろうな、重いです。これでどこにでもつけられるんで、とってもいいと思います。簡易的にこうですよね。2本3本4本5本2本3本4本5本では本日の1本ですね、こちらプロデザインって言います。まあこれちょっと女性ですかね。女性にいいんですけど、まあ昔こういうフレーム自体がなかったんですよね、サイドがこう。最近は結構多いんですけど、これデンマークのデザイン、プロデザインです。